こんにちは、ヨモギャの中村です。今日はですね、WD-40 ですね。これを使ってインパクトをきれいにするっていうのをですね、やりたいと思います。で、これ、秀久さんの動画で販売店の方ですかね、インパクトきれいにするっていうのをやってるのを見て、ああ、そんないいものあるのやってみようかなと思って、年末年始にいろいろやってみました。そしたらめちゃくちゃきれいになるんですよね。あ、これはいいなと思って、ほとんどの道具きれいにしました。で、このインパクトだけは、後で動画に撮ろうと思って撮っといたんですけど、それがめちゃくちゃきれいになりました。これが、僕10年使った囚人丸のことです。めちゃめちゃ綺麗になってるじゃないですか。囚人丸のこですよ。囚人丸のこは普段どういう状況になってるかっていうと大体わかるじゃないですか。それがこんなに綺麗になるんだなと。あ、ただここですね。ここはまあ、外して水洗いしましたけど、それ以外はハケとか筆とか使いながら、めちゃめちゃ綺麗になりました。ゴム系のところが滑るっていう感じないんですよ。この樹脂のところはコーティングされてるっていうか、なんかちょっとスベスベする感じにはなるんですけど、このゴム系のところが全然滑る感じがしなくて、ちゃんとゴムなんですよね。だから、あ、すごい滑りにくいし、綺麗になるし、汚れもつきにくくなるし、あ、これはいいもんだなと思いました。やる順番としては、この WD-40 のディスクレーザーっていうもので、これ泡で包んで綺麗にします。機械丸ごと水洗いなんてできないじゃないですか。これを使えば、まあ機械が丸洗いできますよっていうような感じです。で、これで細かい油とか汚れを取ってあげて、で、このオイルの方ですね。で、これで綺麗にするという感じになります。まあ、とりあえずやってみて思います。はい。まず、この、泡のタイプですね。ディグリサーでやります。で、あと、ここの穴のところですね。ここには、まあ、多少入っても大丈夫らしいんですけど、あんまり入れたくないので、そこに入らないようにしながら、まあ、でもそんなに気にしなくていいらしいです。あ、ビフォアの写真撮るの忘れてましたね。これ、ビフォアの写真ないと、どれぐらい綺麗になったか分かんないですよね。まあ残念ですね。まあしょうがない。綺麗に拭き取ります。こういうところですよね。こういうところ、ここだけオイル刺すっていうのも結構難しいんで、まあ丸ごと一気にできるというのはいいですよね。これで泡で綺麗にしたので、次、オイルの方をかけてあげます。あと、ここですね。バッテリー入れるところも、接点にかけても多少大丈夫らしいので。で、また、拭きます。この、ゴムとかにかけても、影響がないので、まあ、マスキングとかもしないで一気に全部、これスプレー一本で、綺麗にできますよっていうのが、すごくいいポイントですね。あと、このフックのとこですよね。これ、もう錆びてきちゃってるんですけど、本当はもっと、買った時点ですぐこれやってれば、服のところも錆びないで済んだのかなと思います。まあ、せっかくなんでバッテリーも。あ、皆さん知ってますか？この廃坑機のバッテリー、この新しいデザインあるじゃないですか。これになってから2年保証なくなったんですよ。衝撃的ですよね。僕これ、Amazon で買うのがやっぱ正直一番バッテリーって安くて、その、バラシ売りしてるやつだと思うんですけど、セットのものをバラシ売りの、それ買ったんですけど、保証書入ってこなくて、あれ保証書入ってないんですけど、ってメールしたら、メーカーから保証書がつかなくなったんですって返信が来て、あ、そうなんだ。もう保証書しなくても保証書、保証してくれるようになったんだと思って、すごいなーって思ったんですけど、念のため調べようと思って調べたら、カタログにですね、ちゃんと書いてあります。2年保証。2年保証なくなりましたとは書いてないですけど、2年保証のラベルみたいのがついてないっていう。保証書なくても保証してくれるようになったんじゃなくて、そもそも2年保証がなくなってましたっていう残念なお知らせでした。まあそもそも2年保証あるっていう時点で素晴らしいことなんですけどね。で、バッテリーもそのまま、バーっとかけちゃって、大丈夫です。まあ、ただ、ここの接点のところとか、この中ですよね。ここにはあまりかけないようにした方がいいかもしれないです。あ、で、あと匂いが、まあ、なんか、車の芳香剤みたいな感じですかね。バニラとかココナッツみたいな。なんかそんな感じの香りでします。でも、どっちにしても匂いそんなにきつくないです。で、でもここも、すごいスムーズに刺さるようになるし、まあ、こんな感じですね。WD-40 を使うと、まあ、こんな感じで、すごい簡単に綺麗にすることができます。だからゴムのところがすごいサラッとしてるっていうのが、
これのすごいいいところだなと思います。まあ、何回もやり続けるというのはあまり石油系なんで、全く無害っていうわけじゃないかもしれないですけど、試験結果とかも出てましたけども、70何時間ゴムをこれにつけといても変質しないとか、なんかいろいろ試験データありましたけど、毎日使うもんではないと思うので、たまに掃除するぐらいには全然問題ないのかなという気がします。この辺のものとかも年末に綺麗にしたんですけど、やっぱりまだこのワックス感というか、コーティングされてる感はまだあるし、まあ、やっぱり汚れもつきにくいというか、ホコリぐらいだったらすぐ取れるような感じがしますね。これ一回、年明けに一回使いましたけど。ああ、でもやっぱりここの細かい粉塵みたいなのはやっぱりついたままエアダスターとかでは取れないですね。まあ拭けば綺麗にすぐ取れるような感じかもしれないですけど。まあこのコーティング、DW でコーティングしたから、ダスターで全部、ホコリが全部綺麗に飛ぶようになるっていうわけではないですね。あ、でもやっぱりまだこのコーティング感、ツヤ感はあるので、まあ汚れがつきにくくなってるんじゃないかなとは思います。ということでですね、WD-40 を使って綺麗にするっていうのをやってみました。あ、インパクトも綺麗になるんですけど、インパクトよりもやっぱりこういう丸ノコですよね。こういう樹脂と鉄の部分がいろいろ混じっている工具って、鉄はこれで、樹脂はこれでとか大変じゃないですか。まあ特にグリップの部分ですね。このグリップの部分にシリコンここについたら最悪じゃないですか。ツルツルになるんじゃないですか。だからそうならないようにちょっとかける場所考えないとってなるんですけど、こいつだったらゴムがスルスルになるってことないので、まあ、全部これで一本バーって全部かけちゃえば防錆にもなるし、汚れ防止にもなるよっていうといいですよね。これは便利だなっていうふうに思います。あと、地味にこいつのいいのが、シール剥がしできるんですよ。だこれバーってかけてシールくくって剥がしたら綺麗に剥がれてくれるっていうのがあるので、いいですよね。なんだったらシール剥がしだけ別に持って歩いてる人もいるじゃない。それがこれもなくてこれ一本で済むと思うとですね。ああ、いいもんだなと思いますので。ということで、DW40。これね、DW か WD かいつも間違える。WD です。WD40 のお話でした。はい。どうもありがとうございます。